何これ、ガーデンオブバンバンですね。私クリアしましたけど。ガーデンオブバンバンまだですか？ガーデンオブバンバン忘れてないよね。ガーデンオブバンバン実況はよ。ガーデンオブバンバン続きお願いいたします。続きがあるんですか？マリちゃんの顔の方がよっぽどホラーだよ。はい、ということでマリサの相棒、ドローンのドロンチョくんです。あ、いや、ドロンチョちゃんかな？別にもうどっちでもいいよ。このコンビで M1 グランプリ優勝を目指してます。何これ？マリサの相棒のドロンチョですね。また変なの出さないでくれる？なんでやねん。お前がツッコミなのかよ。ツッコミとツッコミのコンビ、これは新しいですね。コンビとして成り立たないだろ。うん、まあ、大園長先生のありがたいお言葉かな。Glad to see you've made it. I don't know how you did it, but then again you survived the giant elevator crash, so I guess I shouldn't be surprised. Also, again, I apologize for hitting you over the head. In fact, it is for this reason that I believe we should not meet face to face.You see, for whatever reason, I'm prone to violent instincts, and I do not trust myself to not give in to them again. I have locked myself inside of a surveillance room. That way I can help without being a danger to you. We are currently on the lowest floor to remain active before everything went awry. There are many floors below us, but they've all remained closed and abandoned for quite some time now.So just make sure not to fall. As for your children, I don't know exactly where they're being kept, but I know someone who does. Head to the aquatic sector. That's where he resides. 私はいつも不運な人間だと思っていたが、これは新しい基準だ。賑やかなフロアを出て洗面所に行くと、戻ってきた時にはみんな跡形もなく消えていた。巨大な鳥が歩き回っていなければ、平和だったのだが、このままずっと静かにしていられるとは思えない。息が荒くなってきた。ところで、あの鳥は囲いの外で何をしているのだろう？予定より遅れたので、撮影された紫色の生物だけを披露しているのだと思ったが、こんな終わり方は想像していなかった。ドロンチョ、会いたかったよ。お前だけがこのゲームの癒しなんだ。そうだな。そういえば相棒これだったっけ？オピラバードの子供に癒してもらおう。なんでやねん。さ、早くこの先に進もう。楽しい幼稚園にようこそ。そういえばまだ地下があるって言ってたよな。一体どこまであるんだよ。It just hit me that you need the key card to operate the cable car.Shouldn't be too hard to find one. Literally everyone had a copy. It's how you'd get from station to station. まずはカードキーを見つけろってことか。優秀な警察犬を紹介しましょうか。犬顔の警察ってだけだろこれ。難事件はパパッと解決。真実はいつも一つ。じっちゃんの名にかけて。いろいろ混ざってんだわ。あ、ここにリンゴとクレヨンを入れろってこと。そういえばさっきクレヨンが落ちてたな。子供たちがここで遊んでいたってことでしょうか。子供たちがここにいた形跡が。お前に事件なんか解決できないんだから帰れ。あ、早速あったじゃねえかカードキー。あとこれは。いつもの子供の手紙じゃねえか。親愛なるママ、素敵なクラゲはとても強いわ。みんなをここまで運んでくれた。でもメイソンさんはクラゲが大嫌い。前回まで手紙をくれてたクレアのことが好きな少年からじゃないのか。前回クラゲの家に行くとか言ってはしゃいでましたよね。メイソンっていうのは誰のことなんだ。これで結構の数のクレヨンを投入したが、隣のリンゴのマークの意味がわからないのです。ついたわ。なんで？なるわー。デライト出てきただけ？お前マジでビビらせるなよな。納豆の藁でぐるぐる巻きにしてやんぞ。熱波ネバになりそうで。このライトはどこに向かってんだ？何もせずただライトの動きを見届けてましたが。これでいいのか？途中で何かするとかなんじゃないです？あ、いいんだ。よくわからん。さてカードキーは拾ったが、どこの扉を開けるものなの？なんか。いたよな。仲間外れにされてるクモさんですね。仲良くしてあげてね。殺意むき出しだったあいつとどう仲良くすれば。でもさっき壁見ました。なんかカンガルーの家族増えてねえか。それもそうなんですが、あいつなんかズボン履いてるんですよ。そっちじゃねえだろ。園児に落書きされただけじゃねえか。そうじゃなくてこっちだろ。そう、クモにも彼女らしき存在が。クモにも春が来たかー。いやーめでたい。これで人のことなんか襲わずに彼女のことだけを考えて生きていってほしいもんだね。まずは1ヶ月記念日。それ毎月祝う感じなの？めんどくさ。1ヶ月記念日にはグッチのカバンが欲しいなぁ。1ヶ月記念でそんな高級なもの買ってたらクモ破産しちまうだろ。っていうかクモって金なくね。なんなんだよこのピーマンみたいな会話は。いやそこ中身のない会話でいいだろ。あ、霊夢の脳みそみたいな会話の方が良かったか。誰が私の脳みそ中身がないって。なるほど。黄色いガラスはドローンで壊さないといけないってことな。黄色いガラスってこれではないですよね。これは黄色い扉だから違うはず。それにしてもホラー要素が全然足りないのですが。いいんだよ、足りなくて。マリちゃんの断末魔が聞きたいのに。聞くものないならこれあげましょうか。いつの時代のオーディオディスクだよ。純情なみそれ、愛情なみそれ、おいしいの、ね、おいしいの、てならんぼうダメダメ感情捨て去りに。
実の時代のかわからないようなオーディオディスクにボカロ入ってた。こんなのはどうです？私の大墓の大前で。マリちゃん、貴重なラジカセを粉々にしないで。ごめんごめん、衝動が抑えきれなかった。おいドロンチョ、お前もっとちゃんと奥に行け。これも壊していい？ダメダメ、ドローンはこれからも必要不可欠な存在なんですから。ドローンがいないと詰みますよ。命拾いしたようだな。しばくで。なんでこんなドローンに育ってしまったのか。マリサの教育のせいですね。私はこんな子に育てた覚えはない。さ、オレンジのカードキー、絶対ここの鍵だよな。でもクラゲさんはいいモンスターなんですよね。子供を避難させてあげてるみたいだし。わかんねえぞ、子供を拉致してるだけかもしれねえし。な、なんだよここ、気味悪いな。うん？なんだ？あ、なんか公園とかにある遊具じゃないです？クラゲだよ。ほらお前正面から見てみろ。どっからどう見たって。クラゲか？これ。そうなりますよね。ドロンチョで攻撃してみようかと思ったが、こんな時になんでいないんだよ。コミュニケーションキオスクって書いてありますよ。キオスクってこいつのことか？はぁ。ハロー。ちょっと薄め開けて見てますよね。こっちのこと実は見てますよね。もしもーし。いや全然コミュニケーション取ってくれないじゃん。あ？こんなところにカードキーの装置が。もっとわかりやすいところにつけとけよ。これでクラゲさんとコミュニケーションが取れるようになったんですかね。はぁ、ハロー、エグラー。開いた、クラゲの目が開眼したわ。いやなんか喋ろや。 You've had a rough day, I can tell. You diligently wait for the moment you leave this wretched place with your child in hand. I can also tell.Not to undermine your efforts, but I fear that moment may never come. I cannot let it happen. And I will gladly show you why, but after I do, you take my advice. Leave this place while you still can. Erase it from your memory. Move on and forget any of this ever happened. And I promise you, tomorrow will be a better day.クラゲさんもこう言ってくれてますし、もうここを離れましょう。ご視聴ありがとうございました。いやなんか触手が迫ってきてるんだが。あ、あれ？私いつの間に砂浜に。いや世界観まるで虫、逆に全然怖くないわ。おい、怖がりなマリちゃんが全然怖がってないだろうが、もっと世界観考えろ。あ、この方は、いやー前回はお世話になりました。は、誰だお前。前回一緒に勉強したじゃないですか。あの時マリサはサングラスして変装してましたからね。これ貸しますから、もう一回話しかけてみてはどうですか。いやゲーミングサングラス。しかし一体ここはどこなんだよ。クラゲの触手が伸びてきたと思ったら。 Welcome to my home. Or at least, it was supposed to be my home. Down in the dark and cold depths of the facility. The circumstances force you to do things that are out of your nature.When I feel that I'm straying too far off my original course, head to the room I found you meditating in to mentally breathe. I come to this place, and then I'm reminded that what I'm fighting for is worth all of the space and suffering. Of course, none of this is real, but it all could be. I have never had actual sun rays touch my skin. Can you imagine that?Whatever I decide to do with the adults, I will make sure to keep one alive and sane so that the surviving children are delivered to the surface safe and sound. And of course, to deliver me to where I choose to be. Oh, to live the simple life of a completely brainless jellyfish.Just munching on shrimp and avoiding getting eaten by turtles. ねえ本当にこの翻訳やってんの？わかりません。You never appreciate how calming it is to have no conscience until you have one. I admire your courage, so I'm giving you the chance to walk away. Take it. That way you won't lose both your life and the chance to see your child.途中このくだりで全然内容が頭に入ってこなかった。まあでもクラゲさんは本当に悪いクラゲじゃなさそう。自分の目的のために子供を集めてる感じではありましたが、とにかく子供を守ってくれてるのは間違いなさそうか。 No liver, no... やーお前どうしたのよその顔。 No pancreas. 何さっきから肝臓肝臓って。 You sir need to have more organs. What am I supposed to eat when there's nothing to eat? Guess I'm going to have to look elsewhere.
あいつ食べるものなさすぎて臓器食ってるってことか。しっかりして、園長、冒頭で、私はなぜか暴力的な本能にとらわれやすいって言ってたけど、食欲でそんな風になってるってこと。私の腕が人参になってるんだが。マリちゃん、人参じゃなくてクラゲさんになってるんじゃない？ちょ、もう誰か説明してくれ。いやー、私、クラゲになっちまった。歩くのはい。マリちゃんが喜んでる。よかったよかった。全然よくねえよ。何？どういうこと？私の臓器食べられちゃったってこと？君の肝臓を食べたい。ただのサイコパスの映画になっててくさ。いや、しかもこのミニゲームは前回のでもやったぞ。しかも今回は大砲を入れなくてもクラゲの触手で届いちまうじゃねえか。え？クラゲ最高すぎひん。大砲のミニゲームもクリアし、先に進むマリちゃんなのであった。いや、ここも見覚えある。じゃあ。You are not one of them. You are not one of them. You need to hide. They are coming.か、隠れる？なんで？中がマリちゃんだってバレてるの？すっごい勢いで吸われていったけど。え？ちょ。マジで説明欲しい。